キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 iOS アプリ提出審査で苦戦するのはどこというようなところでお話の方させていただきたいと思います。今回はですね、 iPhone アプリの審査に関するお話となります。私のこちらの番組の方ではですね、主に自作アプリを世界で売るための戦略というようなところで、YouTube を中心に配信させていただいております。 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいておりますが、こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズ、またはアプリ作る社長で YouTube 検索していただくと出てくるかと思います。では本題の iOS アプリ提出審査で苦戦するのはどこというようなところで、ちょうどですね、私、最近また新しく iOS アプリを作っておりまして、でこちらはApp Store でリリースを狙って、日々こう頑張ってるところもあるんですが、このアプリというのもですね、 NFT 関連の、アプリ、仮想通貨の NFT ですね、それに関するアプリを作っているんですが、これ無事通るかちょっとね、微妙なところもありまして、ちょうど先ほどなんですけど審査リジェクト食らいましたんでね、リジェクトはねよく食らうんで、慣れっこではあるんですけど、無事にね審査通過しましたら、また、ご報告させていただきたいと思います。とにかくね、このケース、にしても、このケース以外にしてもですね、私がこれまで、iOS アプリ、かれこれ20個、30個ぐらいかな、リリースしてきた経験はあるんですけど、今現在もですね、App Store に掲載されているような類の、アプリもあるんですが、それも含めて、経験してきた提出審査で苦戦したところですね、それについてお話の方させていただきたいと思います。とにかくね、アップルのね、審査のこの手続きっていうのがね、そもそも結構しんどいんですよね。登録作業とか、結構大変なんで、初めてね、iOS アップストアの方に自作アプリリリースしたいみたいな、そんなようなこと考えてる方ね、ズバリ言うと、アプリ作るより、この登録手続きの方が結構めんどくさかったりするんでね、全部英語だったりするんでね、この辺はちょっと気をつけていただければと思います。しかもね、カスタマーサポートとかがもうほぼ当てにならないんですよ、これね。アップルのね、iPhone に関してカスタマーサポートにこう電話しても、大概ね、求める答え返ってこないみたいな、そんなようなところありますけど、とにかくね、iOS アプリ開発に関するカスタマーサポートとかもほぼ役に立たないと思うんで、ほぼ自力解決しかないような、そんなようなところですよね。そもそもね、アップルのねカスタマーサポートって、基本結構たらい回しにされた挙句、一番最後に紹介されるのがね、意味不明な英語のページの英語のなんかね Q&A のページみたいなので紹介されて終わりみたいな、そんなの結構多いんですけど、とにかくね、システムのエラーだとか、そういうのに関する問い合わせの回答がこういうんだったら、しょうがないかなって思えるようなところもあるんですがね、カスタマーサポートの方も、アプリ開発経験とかない方が結構多いと思うんでね、こんなのもしょうがないなと思うんですけど、登録手続きとかね、そういうものに関する問い合わせの、最終回答がね、こういう Q&A みたいな、なんか英語のね Q&A みたいなのをポンってこうね、メールで投げられて紹介みたいして終わりみたいなんだったら、結構ねショック受けてしまうようなところあるかもしれないんですけど、とにかくこの、iOS アップ開発に際してこの登録手続きっていうのは、結構大変です。はい。で、ついでなんで、じゃあどういう情報を参照にしたらいいのかっていうようなところも、付け足しさせていただきますと、基本ね、こういった、登録手続き、システムエラーとか、そういうのもそうですけど、Apple のオフィシャルサイトのページに書いてある情報ってほとんど役に立ちません。はい。私もですね、その、ね、Apple オフィシャルサイトの Q&A みたいなのを見てこう解決したことってほぼないんですよね。アップルが公式にね、なんかコメントしてる、回答の類なんですけどね。
はい、まあ、大抵役立つ情報っていうのはですね、Google 先生とかが教えてくれる、例えばスタックオーバーフローとかそういうので、同じような悩みを抱えている開発者がですね、よくね、悲痛の声でこう投稿してきたりしてるようなコメントとかあったりするんですけど、まあ、そういうのの類が本当役に立ちますね。はい、まあ、それにもう何万回と救われたかっていう、そんなような、感じですね。はい、アップルの正式なコメントはほぼね、何書いてるか分かんないようなね、無淡白な、そんなようなそんなような情報なんですけど、やっぱね、こういった問題解決に関する情報っていうのは、まあ、これ何事もそうかもしれないんですけど、ひどくね、悩んで、あれこれ考えてやっとたどり着いたっていう感じの、人、だからこそ書けるその解決策とか、あとはそれに関しては分かりやすい表現で書いてくれたりすることが結構多かったりするんで、そうなんですよ。アップルオフィシャルサイトの公式で掲載されてるようなコメントっていうのは、実際その書いてる人は、どんな人か分かんないですけど、少なくともね、その問題で悩んで苦しんだ人ではないと思うんでね、なので無淡白な情報になっちゃうのかもしれないですけど、はい、とにかくね、参照にするんなら、同じようにこう悩みを抱えてやっとの思いで解決した方のコメントとかね、そういうような情報とかの方がもう全然役に立つんで、この辺ちょっと参考にしていただけたらと思います。それからもう一つね、アップストア申請で結構苦戦する点、述べさせていただきますと、スクリーンショットをね、アップストアとかでこう新しいアプリとかこうダウンロードするとき、アップストアに行って、そこでいろいろスクリーンショットとかお目にすると思うんですけど、このね、アプリを宣伝するスクリーンショットね、これってね、結構厳しかったりするようなとこがあるんですよね。このスクリーンショットっていうのはですね、ダウンロードされるかどうかの、判断基準で大きなウエイトを占めるようなとこもあるんで、ここの審査が厳しくなるのは無理ないと思うんですけど、私のね、肌感覚的に言っても、アプリのね、機能より、こちらの、スクリーンショットですよね、スクリーンショットの方がよく見られてるなって、そんなような感じしますよね。ほぼここだけで判断されてるかなっていうようなとこも、あるかなってとこも、多分そうかなっていうようなとこもありますけど、はい。それとあと審査もね、人が多分特にね、スクリーンショットの審査は人が判断してるのはこれ間違いないと思うんで、これも私の肌感覚的に申し上げさせていただきますと、スクリーンショットをですね、優しく審査してくれる人と、ものすごく厳しく審査してくる人、これ2種類いるなって思います。はい、これは私もですね、かれこれ、相当な数このスクリーンショットをリジェクトされた経験があるからこそ言えることでもあるんですけどね。はい、それとあとこれはスクリーンショットに限ることではないんですけど、1回でもですね、リジェクトを食らうとですね、結構しつこくリジェクト食らう可能性があるっていうか、そのリジェクトした内容が覆るっていうようなことはまずないですね。なのでリジェクトしたら基本ね、こちらの開発者側としては何かしらやっぱこう変えて、で更新して改善して再提出するっていうことをしなければ、絶対審査がこう動くっていうことはないです。はい、一回リジェクトしたものを再提出してそれで通過するなんてのはほぼないような世界ですね。はい、もちろんエスカレーションを起こしてっていうようなやり方でアプリ提出する際に審査をもう一回こうやってくれよみたいな、そういうようなことを、かけることもできるんですけどね。はい、それをこうやるとですね、たまにじゃあちょっと電話しますみたいな感じで電話で対応してくれたりするようなところがあるんですけど、とはいえね、この電話対応で、これはこういうこう意図があって、こうな安全なものなんで大丈夫ですみたいな、そんなようなことを言っても、そのコメントで審査が覆って、通過するっていうのはほぼないですね。はい、でこのね、電話対応の時はよく気をつけなきゃいけないところとしてはですね、電話してくる方は代理人の方で、
あの審査してる方ではないんで、まあ、仲介屋さんみたいなそんなような感じなんですよね。で日本人であれば日本語がこう喋れるバイリンガルの方があのよくこう電話とかしてくれたりするようなとこがあるんですけど、まあ、のこの時にね結構大切なのは、代理人なんでね、その方となんかね口論したりだとか、このアプリはもう絶対大丈夫ですかみたいなそんなような感じでこう言っても全くこうね受け付けてくれないようなところがあるんで、まあ、その電話対応になった時はですね素直に代理人がこう言ってることを受け止めて、いやすいませんでしたみたいな感じでなるべく好青年をアピールした方がいいですね。これもね私の肌感覚的なことになるんですけど、電話対応してくる時って結構開発者の人柄を判断されているなっていうようなところ、まあ、そこもあるんじゃないかなって私個人的に思ったりしてるようなところがあって、まあ、なのでだからこそですよね、そういう電話対応とかになった時はですねなるべくジェントルマンをこう演じるっていうようなところですね、まあ、ここ結構大事だと思いますね。無駄にね口論して喧嘩とかそういうのになっても多分ね逆効果になると思いますね。まあ、私もねそれに関するねブログとかネットにいろいろ情報を落ちてたりするんですけど、そういうのを見てもですね、まあ、そういう場で口論になって永久に審査、まあ、通らなくなってしまったみたいな、そういうのもなんかこうちらほら見たりもしています。まあ、そういうようなところでね審査員と喧嘩しても得なことはないんですよね。そういうようなことにこう時間費やすんだったら再度ねアプリとかスクリーンショットなりそういうのを改善してもう一回こう提出するっていうことを繰り返していった方が絶対効率的だと思うんで、だから一つのこういったミスなんかリジェクト食らった場合は何かしら改善を加えて、それで、その申請回数を重ねていくっていうようなところですよね。まあ、ここが結構大事だったりするようなところがありますんでね、この辺一つちょっと参考にしていただければと思います。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。